結局はここ。これはめざまし8が独自に入手した映像。知人の誕生日を祝う元俳優の若山明人容疑者の姿を捉えたものです。去年2月に渋谷のクラブで撮影されたというこの映像。黒いパーカーのフードをかぶった若山容疑者は身振り手振りを交えながらカメラに向かって、結局はここ、そう口にすると画面左側の人物の方に向き直ります。シャンパン3本、ショット20杯、その他にも大量のお酒を飲みました。和歌山容疑者の知人は当時の様子について、週3回から4回ほどの頻度で会っていて、羽振りがいい様子でした。事件の1年以上前から渋谷のクラブで羽振りの良さを見せていたという和歌山容疑者。言葉とかありますか？お金です。なんでお金ですか、お兄さん。お金、結局世の中お金かなって回ってるんだよね。顔とお金かなって、はい、お金です、世の中は。このインタビュー動画にはもう一人の実行役の姿も。好きな言葉とかあります？まあ好きな言葉は金と女と酒。金への執着を語っていた2人。昨日和歌山容疑者と韓国籍の韓元義容疑者が宝島龍太郎さんと妻幸子さんの首を絞めるなどして殺害した疑いで再逮捕されました。渋谷のクラブに一緒にいる姿をたびたび目撃されていた2人。しかし今回の再逮捕をめぐり、新たに出てきた供述を見ていくと、3つの相違点が浮き彫りとなってきました。1つ目の相違点が、事件に関わるまでの供述です。4月上旬頃に平山から死体を車で運ぶ依頼を受けた。数日後、殺して車で運ぶ依頼になった。警察の調べに対してこう供述している菅容疑者。和歌山容疑者は、平山から頼まれてそれをやればお金がもらえると思った。実行役の2人に指示したとされるのが仲介役の平山良健容疑者25歳です。二人に夫婦殺害を依頼した理由については、カンとキラとは喧嘩っ早くて怖いもの知らずの雰囲気があったから頼もうと思った。依頼をした際の実行役二人の反応についてはこう供述しています。カンは都内の居酒屋で2人で飲んだ時に依頼し、すぐにやると答えた。後日キラトにも電話で依頼したが、キラトは考えてもいいですかと言ったので、今決めてくれと伝えたらやりますと答えた。すぐにやると答えた菅容疑者に対し、即答はしなかったものの依頼を受けた和歌山容疑者。しかし殺害と遺体の処理をめぐって2つ目の相違点が、やらなかったら何をされるかわからないと怖くなり受けた。依頼を受けたと供述している菅容疑者。一方、和歌山容疑者は、私はガレージも入ってないし、全部菅がやりました。私は何もやっていません。
ガレージの中に入らず、外でずっと待っていたら、菅に呼ばれて中に入って、一緒に栃木に行きました。和歌山容疑者はガレージにも入っていないと、殺害への直接的な関与を否定しています。一方、このガレージに関して新たな情報が。現場となったこちらの品川区の空き家からは、新たに高圧洗浄機が押収されていたことが分かりました。実行役の2人が宝島さん夫妻を殺害した後に血痕を洗い流した可能性もあるということです。その後、那須町に車で移動したとみられる2人。ここでも和歌山容疑者は、栃木に行っても私は途中で車を降りました。その後、菅がどこかに行って、私がしばらく山道を歩いてたら菅が迎えに来てくれましたと、自らの関与を否定する供述をしています。さらに3つ目の相違点が、報酬の分け前です。那須町から戻った後、平山容疑者のもとに車を返しに行ったという菅容疑者。平山へ車を返した後、500万円を受け取った。平山に言われ、キラトへ250万円渡した。一方、和歌山容疑者は報酬について曖昧な供述をしているといいます。150万くらいしか受け取っていない。菅容疑者は250万円渡したと供述する一方で、150万円くらいしか受け取っていないと話す和歌山容疑者。この金額の認識の違いはどこから来ているのでしょうか。事件後、大金を手にした2人、その後の足取りも新たに分かってきました。2人は東京から新幹線で大阪に移動。そして和歌山容疑者と菅容疑者は犯行後、こちら大阪を訪れ、複数回にわたってクラブに出入りしていたといいます。さらに、報酬の使い道については、報酬は遊興費や物品購入に充てた。事件後、高級ブランドのバッグや高級ネックレスを購入していたという菅容疑者。2人は数百万円の報酬を使い、豪遊するために大阪に行ったとみられ、逮捕時の菅容疑者の所持金は12万円程度、和歌山容疑者に至ってはわずか1万円ほどでした。和歌山容疑者と菅容疑者は SNS にサングラス姿にピースサインをしている画像を投稿しており、捜査関係者によると、その画像から大阪にいることを把握したといいます。事件後、身を隠す様子もなく豪遊し、捜査の網にかかった2人。それぞれの供述の相違は何を意味するのでしょうか。